すみません。コピー機の使い方を教えてもらえませんか？いいですよ。使ったことないですか？はい、ないです。そうですか。じゃあ、説明しますね。ここに原稿をセットして、それから枚数を数字で入れて、それからこのスタートボタンを押すと、コピーが始まります。はい、わかりました。両面コピーしたいときはどうすればいいですか？原稿が片面のときはこのボタン。原稿も両面のときはこのボタンを押します。はい、わかりました。あと、カラーコピーはできますか？カラーコピー？このボタンを押すとカラーになりますよ。このボタンですね。でも、カラーコピーは高いから、できるだけ白黒にしてください。わかりました。ありがとうございます。この資料、どうしますか？キャビネットに戻しといて。キャビネットのどこですか？上の右の扉を開けて、棚の一番下。わかりました。右の一番下ですね。テーブルはどうやって並べますか？丸いテーブルを9個出して、3つずつ3列に並べてください。横に3つ並べて3列ですね。そうです。で、後ろにスペースを空けてください。あと、入り口の横、入って左に四角い長いテーブルを1つ置いてください。はい。会議の準備はどうしますか？アリさんは部屋のセッティング、西村さんは資料の準備をお願いします。アリさんは部屋の机をコの字に並べて、それからパソコンとプロジェクターを準備してください。西村さんは資料を人数分コピーして、机の上に一部ずつ並べてください。飲み物は用意しますか？それは外のお店に頼んだからいいです。会議の準備はどうしますか？アリさんは部屋のセッティング、西村さんは資料の準備をお願いします。アリさんは部屋の机をコの字に並べて、それからパソコンとプロジェクターを準備してください。西村さんは資料を人数分コピーして、机の上に一部ずつ並べてください。飲み物は用意しますか？それは外のお店に頼んだからいいです。1。はい、北浦和フーズです。もしもし、アニサです。ああ、アニサさん。すみません。家に財布を忘れました。これから取りに帰ります。それで少し遅れます。ああ、わかりました。おはようございます。遅くなって申し訳ありません。に。もしもし、ミゲルです。あ、ミゲルさん。今、バスの中です。道が混んでいて、全然動きません。そうですか。すみませんが、今日は遅くなりそうです。皆さんに伝えてください。わかりました。3。フエンです。昨日から咳がひどくて、これから病院に行きます。それで、少し遅刻します。わかりました。また後で、
連絡します。4。おはようございます、王です。田村です。王さん、どうしましたか？熱があります。それで今日は一日休みたいんですが。そうですか、わかりました。ゆっくり休んでください。昨日は休んですみませんでした。社長、ちょっといいでしょうか？はい、バンクさん、何ですか？明日の午後、早退してもいいでしょうか？ちょっと役所に行かなければならないんです。わかりました。大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、バンクさん、何ですか？昨日は早く帰ってすみませんでした。用事は済みましたか？はい。2。主任、すみません。モニカさん、どうしましたか？来月20日の月曜日、休みを取ってもいいでしょうか？東京から国の友達が来るんです。できたら町を案内したくて。そうですか。ちょっと待ってくださいね。別に構いませんよ。ありがとうございます。昨日はお休みありがとうございました。楽しかったですか？はい。お休みを取るときには休暇届を出してください。このフォームです。どこに何を書きますか？一番上の所属のところには自分の所属チームの名前を書いてください。じゃあ私は総務ですね。はい。それからその下の氏名のところに名前を書きます。はい。それから名前の横にハンコを押してください。ハンコ持ってますか？はい、作りました。そうですか。で、期間のところはいつからいつまで何日間休みたいかを書きます。はい。その下の理由ですが、普通の休みの時は使用と書いてください。使用？私という漢字に用事の用です。はい。それからここに休み中の連絡先を書いてください。一番下は何ですか？備考のところは普通の休みの時は何もいりません。わかりました。いつまでに出しますか？休みの前の日までに出してください。